いや絶望でしたね本当に。要はお前らは三軍だって言われたんですよ。その相方に解散しようって言われたんですよ。首言葉で首、その目の前のお客さんが笑ってるあの空間がすごい好きだったんで。あなたの嘘は何だったんですか。